きチャンネル。じゃ。こんにちは。さてなんか佐藤さんがすごいこと考えているっていう。まあ、考えてるっていうか、はい、まあ、一時話題になって、はい、まあ、今はシーズン入ったんで、はい、多分まあ話題になってないんですけど、うん、まあ、またこっから多分話題になってくると思うんで、はい、あのまあもうそろそろいいかな、言っちゃおうかなっていうね。はい、プロ野球16球団構想いかにっていう。ああ。どうなのかってことですね。そうですそうです、はい、16球団構想はありなのかなしなのか、できるのかできないのかっていうところを一回ちょっと佐々木チャンネルでやっとこうかなっていうね、はい、じゃ今の、はい、多分16球団構想をしたい人の意見としては、うんうん、多分ですよ、うん、クライマックスシリーズが3位までで3位のチームが日本一ってどうなんやとか、はい、アメリカみたいにカテゴリーを3つとか4つに分けて、はい、1位が出て、うん、ワイルドカードみたいな感じで敗者復活がある方が健全なんちゃうんだとか、はい、チーム数を増やした方が野球人口が下がってることの打開策になるんちゃうかとか、うん、っていうところが、うん、まあ、他もあるでしょうけど16球団構想に向けての賛成派の人たちの意見だと思うんです。僕は全体的には、はい、今のままでいいやです。あ、別に16にしなくていいと、ああ12球団でいいんじゃないの、はい、っていうのが、うん、僕の個人的な意見。はい、袴田さんはどうですか。別にこれ正解とか不正解とかじゃないんで。いや、もし4球団増えたとしたら、うん、どっかの地域がさらに盛り上がるっていう意味ではいいなと思うんですけど、うんうん、リーグをどうやって分けるのかとか、うん、もしかしたら4チームの4リーグにするとか、うん、まあ、そういうのでちょっと面白みっていうのは変わってきますよね、うんうん、別にこの盛り上がりがさらに高まるのであれば、うん、別に16にしても、うん、なんか日本が盛り上がるじゃないですか、うんうんうん、まあ代表的な賛成派の意見ですよね。はい、まあ、一般庶民なんで。いや、まずね、これいいとか悪いとかじゃない、はい、じゃあまず基本的に僕はなんで反対派かっていうと、はい、まあ、これ全てのデータじゃないですけど、僕が調べた論文とかデータによると、プロスポーツチームっていうのは人口比率1000万人に対して1チームっていうのが、まあ、収益も含めていいって言われてるらしいんですよ。だからこれはね、まあ、その海外サッカーとかそういうのに比べたら比率は違ってくるかも分かんないですけど、まあ、健全に運営していくためには1000万人に1チームぐらいがいいんちゃうかって。それ都市ってことですか。いや、国で。あ、国で、あ、はい、って言われてるらしいですよね、うん、1競技、はい、日本ってだいたい1億2000万人ぐらいですか、はい、で12球団、はい、1000万人にの中だったらちょうどいいですよね、はい、でアメリカのスポーツだから NFL、NBA、はい、MLB、NHL かアイスホッケーもだいたい30球団前後なんですよ、はい、人口3億人ぐらいなんで、うん、っていうことを考えると、まあ、この比率がその論文によると、ね、はい、いいって言われてるんで、そう考えたらその統計に合うよねみたいな、はい、日本っていうところで言うとね、あの、まあ、もう一つが今の人たちの利益を犯してまで新しいものを加えるのは難しいですね、うん、だから今の人たちの既存の利益を守りながら新しく増やさなきゃいけないと思うんですよ、はい、今の12球団の皆さん利益守りますよ、プラスするようによって大きなもっと利益を埋めますよっていう風に持っていかないと、うんとは言わないですね、うんうん、ってなった時にあと4球団これがいるんですよね、はい、それなんでかっていうと、やっぱセパの枠組みは変えれないと思うんですよ。やっぱセリーグは巨人中心にっていうところで、やっぱ巨人マネーっていう今でもまあ少なからずあるんで、はい、全国の地方球場で縁もゆかりもないところに行ってお客さん集めてるのはやっぱ巨人だけなんですよ。いくらって言ってもね、はい、じゃあソフトバンク対ロッテが金沢行ったとか、はい、新潟行ったとか、うん、沖縄行って満員になるかっていうとやっぱなかなかなんないんで、やっぱ巨人のファンって全国に散りばめられてるじゃないですか、はい、だからやっぱ集まりますよね。そうなんですよ、これはもう仕方ない事実で、うん、そうなった時にやっぱ巨人をねセリーグの球団が捨ててまでセリーグを壊したくないと思うし、はい、でパリーグも今ね PML っていうのを作って、うん、6チームで一致団結してやってる中で、はい、その既存を全部壊してまで新しいのっていうのはあんまりうんと言わないと思うんですよ、うん、ってなった時に7-7だったら1チーム余るからエンドレス交流戦じゃないですか、はい、ただでさえ交流戦やりたくないリーグがあるのに、それをエンドレス交流戦は多分通らないですね、はい、でもし8-6なった場合は結局またここで不公平感が生まれる。だから結局8-8にしなきゃいけないんですよ。だから16ってことですね。なるんですよね。結局だから6-8も無理だし7-7も無理だと、うん。奇数偶数はそもそも無理なんで、はい。どっちかを合わせるってことになった時に、うん、7-7も8-6も無理。だから8-8にしなきゃもういけないんですよ、これはもうね。増やすとしたら8-8ってことにするしかないっていうね。うん、でなった時にですよ、はい。4つの会社ありますかねっていう。だ親会社になれる会社が4つあるなきゃいけない、うん、プラスホーム球場も4つ少ないといけない。まず会社が4つあるかどうかっていうね、これ日本の NPB のルールで、はい、資本が日本の会社じゃないとプロ野球球団持てないですよね、はい、だ一部ではこの規約を変えればいいじゃないかっていう人がいるんですけども、はい、うん、今の人たちのルールを変えてまでは絶対できないんですよ、は
だからそのルールにのっとった中で付け加えなきゃいけないんで、うん、ってなった時に4つ会社ありますかねっていう、そのモテる、だから年間で言うとね、はい、で今は都市にあるから、うん、で今じゃ行くところで言えば言われてるのが、まあ、北信越、はい、だまあ新潟、うん、で静岡で四国、四国で言ったらもう愛媛しかないんで愛媛、はい、で沖縄って言われてるんですよ、うん、今で言うと、はい、行けるところで言うとね、でそこで赤字出さないで黒字化運営できますかねっていう、もしくはその赤字出した時にその補填をずっと補填できる体力がある会社、しかも今コロナ禍になってしまった結果で、でもこれはコロナ禍になる前から思ってたんですけど、4つ会社ありますかねっていう、俺はないんちゃうかと思うんですよ。ディズニーランドのオリエンタルランドとかが球団作ったらめっちゃ楽しそうじゃないですか。まあ、でも行けるのは静岡、はい、新潟、千葉だからロッテがあるから無理ですからね。そうですね、フランチャイズ権があるんで、うん、そこには入っていけないんですよね。年間100億円いるって言われてるんですよ。へえ、年間、はい、予算が、はい、1チーム持つのね、うん、数年前の話なんで、はい、もうまあ、それチームによってはね上下があるかも分かんないですけど、100億はいるって言われてるんですよ、はい、でその中で売り上げがいくらあるかの問題なんで、うん、もし年間20億40億黒字赤字になった時に、はい、それを補えますかっていう、その赤字になった時のことも考えて、その補填できる能力がある会社じゃないとできない。無理。しかも4つね。4つ。はい、でしかも、4つじゃダメなんですよ。うん、はい、6個ぐらいないと、実質は。はい、4つしかなかったら、はい、どっかがギブアップした時に、はい、その球団抹消されるんですよ。あ、そうですね。そしたら7、8になるじゃないですか。リーグ崩れますね。崩れるじゃないですか。うん、だから、要は、順番待ちしてる会社がいるんですよ。なんかあったら、うちやりたいです。今、空きがないんで待ってますっていうところの会社がいるんですよ。はい、今だと多分、一つか二つぐらいは待ってる会社あると思うんですよ、うん、はい、もし何かあったら持ちたいっていう、うん、だからこれ順番待ちできる人もいないと、はい、こけたら終わるじゃないですか、はい、で抹消されたらそこからまた選手も球団もクビになるわ、うん、どうなるんやになるから大事じゃないですか、はい、いくらね保証金もらってるって言ってもそんなお金よりもなくなることの方が一番のマイナスなんで、はい、だから6会社ぐらいいるんですよ実質的には、うんうん、僕が考えるに、はい、いますかねっていう、そんな探したら年間予算100億で赤字がもし20億になっても補填し続けれる会社、はい、うん、でしかも、ね、各球団黒字になってるって言いますけど、球団にその会社の系列会社の広告何本ありますっていう、結局はそこで協力し合ってるわけじゃないですか、はい、会社としてね、うん、広告料という形 でしかもですよ、ある球団が新潟に仮に移転した場合、はい、資産組んだらしいんですよね、うん、でそうったら20試合まではなんとかいけるらしいんですよ、はい、それ以上はもうエンドレス赤字らしいですよ。シーズン20試合までってことですか？ホームゲームね、はい、まではいけるらしくて、はい、それ以上はもう赤字らしいですよ。へえ、50試合あるんですよ。そうですね、ホーム70ありますからね、うんうん、ってなってくるとなかなか厳しいってなったらしいですよ、はい、新潟もその時ね、今は分かんないですよ、うん、トヨタって言っても名古屋には行けないんですよ。え、そっか、その名古屋には行けないのかな、まあ、ドラゴンズがねフランチャイズ権があるんで、それ会社は都内が本社とか、まあ、でも別にいいですよ、それはいいですよ、ああ、うん、本拠地がそこ、じゃあ仮に会社がじゃ あったとしましょう、はい、仮に、ね、じゃあ6球あったとしましょう、あったとしましょう、はい、であってできました、うん、多分1チームで全部合わせると、まあ、少なくても150人はいるんですよ。そうですね、要求団長、はい、600人、はい、言いますかね。確かに選手どっから連れてくるんだったらしいですよね、うん、でね、そしたらねエクスパンションすればいいやんって言うんですけど、はい、そうだから既存の人たちのものを脅かしてまでしちゃダメなんですよ、うんうん、そうですね、ゼロから作り上げなきゃいけないから、うんうん、だから、まあ、選手だけでも280人、はい、でしかも監督コーチ、うん、浦和さん、はい、編成スカウト、うん、言いますかね。確かに選手問題とかそのスタッフ問題っていうのが一番困りそうですね。そう、うん、だからそれできますかねっていう、そこは、はい、でそうなってくると、はい、もう今の独立リーグはなくなりますよね。あ、そうですね、はい、で独立リーグの選手とかがそのもう NPB に入ってきたりとか、入ってくるっていうね、そういう形になる、でなくなっていくじゃないですか、はい、それでいいんですかねみたいな、独立リーグの皆さんはみたいな、はい、独立リーグのスタッフの皆さんも NPB みたいな。でもそんな600人もいないでしょ、選手兼任コーチとかでやってるんで、チームもあれば、はい、そうですね。じゃあ、まあ、じゃあ仮にじゃあこれ集めれたとしましょう。はい、わかりました。よし、人集まったなるでしょ、はい、で行けるのがさっき言った大体候補地が新潟、静岡、松山、沖縄ね。はい、移動できますかね。沖縄結構きついですね。沖縄とかになると、はい、今みたいに台風シーズンになって台風が停滞すると、うん、はい、2、3日飛行機飛ばないとか、はい、移動できないとか、試合できないとかってあるんですよ。でしかも沖縄はドームを今から作らなきゃいけないんですよ。ドーム球場じゃないと、うん、なぜでもスコール一発打って試合できませんってこれまでのプロ野球の試合でもあったんですよ、はい、グラウンドコンディションびしょびしょで、うん、いや暑いわけでしょ、はい、絶対ドームなんですよ。そうですね、今からドーム作るとこありますかねっていう。え、沖縄ってあんなにキャンプとかやってるじゃないですか、うん、ドームってないんですか。ないです、ないです。それをまず作らなきゃいけないですね、はい、でしかももし台風が停滞したりとか、
暴風で飛行機飛ばないってなると、はい、移動できなくなるんで、うん、東京晴れてるのにチームが来れないから東京と名古屋の試合中止、はい、3日間とかあり得るんです、はい、道具届かないとか、はい、もしくは沖縄行けないと中止もあり得るんですよ、はい、そう考えると沖縄に本拠地は結構難しいんちゃうかっていう。で、はい、静岡もし作るとするじゃないですか、はい、セリーグだったらいいですよ、はい、でパリーグだったら静岡から札幌どうやって移動するんですか。富士山空港から全員乗れますよ。でしかもナイスなタイミングで飛んでるんですか飛行機。でも飛ばすしかないですよね。そうなったらそしたらもうチャーターじゃないですか。多分お金持たないですよ、はい、あ確かに全部チャーターになるんですよ。でも飛ばすしかないですよね。でそれがもう東京周りじゃないですか。あ東京周りの方がよっぽど早いかもしれないですね。でもきついですよ東京駅で乗り換えてみたいな。で羽田行って飛行機わざわざ新幹線乗らないといけない。で移動がだから移動ゲームができなくなるんですよ。セリーグだったらいいですね。セリーグだったら大丈夫です。かなり。うん、でもパリーグになるときはきついんですよね。はい、あの新潟と。新潟から名古屋出ていくんですか。名古屋も飛行機じゃないですか。飛んでるんですよ。だから飛行機あったとしても、はい、全員が乗れる飛行機じゃないとダメなんですよ。でしかもナイスなタイミングに飛んでないと、はい、デーゲームで朝8時ですみたいな。はい、一回ホテル入ってからみたいなきついじゃないですか。はい、ナイスなタイミングで日曜日とかデーゲームって帰ってこれなかったりするから、飛行機もナイスなタイミングに飛んでなきゃいけないんですよね。はい、パリーグだったら、はい、名古屋から仙台、大宮まで出てきて V 字スカーで。あ、そうなんですか。横にないでしょ、新潟から仙台って。大阪までも空港、飛行機ですかね。だって通ってないですもんね。はい、あと福岡、広島、移動ゲームきつくないですか。まあでも、移動は頑張ればなんかできそうじゃないですか。お金ね。お金かけて。だからそうなると潰れませんかねって。チャーター機だからそれができないから、はい、各球団もチャーター機使ってないわけじゃないですか。できてたらもう使ってると思うんですよ、うん、他の球団も、うんうん、それができないから、はい、お金がね、まあ、やろうと思ったらできるけど赤字が膨れむからできないわけでしょ、うん、でしかも四国ってね4県つながりそんなないんですよ、はい、遠いんだもん。真横で行くと約っすけど神戸から広島ぐらい離れてるんですよ。へー。徳島から松山って、はい、うん、甲子園まで1時間半、うん、坊ちゃんサーバーで3、4時間、はい、甲子園行くでしょそうですね確かに。いやもうそしたら大阪にもう1個、東京にもう1球だ。いや無理ですよ、認めてくる。だから今の人たちの既存の利益を犯してまではできないんです。そうですね、うん、そうか、大阪もう1球団作ったら、まあ、ファンが分散しちゃったりとか。そう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 、自分たちの利益が分散されちゃうじゃないですか、はい、都市をもう変えないといけないわけですね。そう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 、だから行けるとこがないんですよ、その4つぐらいしか。でもそのやろうっていう意見はあるんですよね。いやそれをやってまで、はい、それを枠組みを変えてまでやってメリットありますかねっていう。じゃあ何のメリットがあって。でだから結局は最終的にクライマックスの3位からとか、はい、あそかそか、でただ単に球団多い方が面白いんちゃうかとか、地方盛り上げようとかとかっていうのがあると思うんですけど、うん、現実的にそこまでしてこのハードルまず超えれるかっていうね。そうですね、超えれるんだったら僕はいいと思うんですよ、うんうんうん、独自の放送局持ってないと結局はそこ盛り上げれないんですよ、はい、そこがバンバンメディアもついていかなきゃいけないんで、まあまあ、その都市の力もいるんですよ、はい、お金っていう。ローカル局ありますかね。どこにでもありますから。いやその力が、そのスポンサーになって持ちこたえられる、はい、そしたら解説者も雇わなきゃいけないわけです、はい、今がある都市っていうのは、うん、その地域からそこに出かけようってするところにしかないんですよ、うん、九州の人は福岡行きますよね、うん、買い物とか大学にしても、はい、で中国地方広島、うん、行くじゃないですか。行きます、出てくるじゃないですか、うん、で大阪でしょ、うん、で名古屋だって岐阜とか三重とか集まる、はい、東海地方のね、うん、で仙台だって、うん、東北から仙台集まるわけじゃないですか、はい、札幌だって北海道から集まるわけじゃないですか、うん、要はその集まるとこにあるんですよ。四国の人が松山集まるかって話なんですよ。集まんないんですか。集まる、だって大阪の方が近いんだそっか。でも静岡の人も買い物行こうってなって東京か名古屋行っちゃいますもんね、うん、だから静岡も御殿場の人も、はい、浜松の人も、うん、静岡来るかって話なんですよ。はい、もう大体東京か名古屋ですか。だから集まんないじゃないですか、はい、新潟とかも、うん、北陸、新潟に集まるかって話なんですよ、はい、集まんないじゃないですか。やっぱね、集まんないところは難しいですよ、うん、ね、ある人が言うにはその球団が行ったら飛行機も飛ぶようになるよって言うんですけど、はい、後追いになるようはダメなんですよ。絶対それで飛ばすから来てじゃないと、行ったから飛ぶようで、じゃあ行ったけど飛ばなかったらどうするんやって話なんですよ、うん、そういったところも考えると、この全部をクリアできれば、はい、いけると思いますけど、うん、まあ、僕は無理だと思うんですよ。でも本当に頑張ってクリアしてったら面白いですね。クリアできたら、まあ、10年ぐらいかかると思うよ、面白くなるには。まあそうですね、でもそれぐらい整えるのってめちゃくちゃ時間かかりそうですね。あと2軍もどこに置きますかもあるんですよ。あーそっか、沖縄に2軍置きますかみたいな。今日上がってきて試合出るとかできないですね。でも他の球団の金も半端ないからね、はい、沖縄に行かなきゃいけないから、うん、二軍の施設もいるわけですよ、うん、それも整備しなきゃいけないんですよ。あの楽天が、まあ、近鉄オリック
スからの分配で楽天になった、はい、DeNA が横浜から DeNA になった、うん、ソフトバンクがダイエーからソフトバンクになったっていうのは、うん、既存あるところの横滑りだから、はい、そこまで準備に痛手がないんですよ、うん、でもゼロからやんなきゃいけないから、はい、最初の出資すっごいことになりますよ。超ビッグ企業がもうお金には余裕があるよ、もう球場作っちゃうよみたいなところがあれば、うん、できるかもしれないですね、うん、4つの会社がね、4つの会社日本に今あるのかな俺はもう正直現実的に無理やと、はい、それをもっとやりたいんだったら3軍とか2軍とかのもっと裾野を広げて、はい、そこをもっと地方の活性化に向けて試合するとかにした方がいいと思う。だって巨人なんて2軍戦でも地方行ったらお客さん入るもんめっちゃ、うん、そういったところを規制、地方活性化したいんだったら、うん、そういった2軍でももっと地方に呼んでお金かけてね、そういうのをして活性化にした方が現実的なのかなと。あともっと独立リーグをもっと成功させないと、だって独立リーグ見に行かないんでしょ、もっと見に行ってあげてくださいよ、ね、今なんか強しとか成瀬とか宗凛とかね、はい、栃木とかいますし、他のプロ野球、元プロ野球生西口なんかね、香川かからヤクルト帰ってきたりと か、はい、だからもっと独立リーグを成功して、そこが盛り上がっていけばもっと気運高まるんで、ちょっともう独立リーグもね、あれですよね、やっぱ有名な NPB の選手が行くから見に行くってなるじゃないですか、うん、だから独立リーグ自体もメディアとかがもっともっと取り上げたりしたら、うん、あの選手見に行こうってなるかもしれない。そう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 、だからそこら辺もね、もうちょっとやっていくと裾野が広がっていくんで、うんうん、まあ、正直16球団構想よりそっちの方が先なんちゃうかっていうね、まあ、今の12球団で十分楽しんで、まあ、俺は無理やと思うけど、まだコメントなんでね、はい、皆さんの議論を聞きながら、うん、それに続きをね、まだ多分どっかでやると思うんで、はい、続きは後ほどやりたいんで、皆さんの、ね、意見も入れながら、はい、まあ、僕の意見をね参考にするのもよし、自分の意見をね出すのもよし、はい、自分の意見をね考えながらコメントなんでね、はい、盛り上がってもらいたいと思います。はい、はい。